こんにちは。本日はハイセンスから新発売される最新 4K 液晶テレビを詳しく丁寧に紹介いたします。さあ、解説いただくのは AV 評論家折原和也さんです。よろしくお願いします。そして司会進行を務めます神田玲美です。よろしくお願いします。そしてハイセンステレビの公式情報を教えてくれる AI ロボットナイスガイくんです。今回ハイセンスからとっておきの最新テレビを自信を持ってご紹介します。はい、ということでナイスガイくんも超おすすめするテレビがこちらの UX です。ナイスガイくん、 UX はどういったテレビなんですか？2023年に新登場したハイセンスの最新モデルとなっていまして、格段にレベルが上がったハイセンス市場でも最高画質のテレビなんです。ハイセンスの技術チームが全てに超がつくほどのこだわりを持って設計した一品です。このハイセンスの UX 本当にすごいんですよ。まず他社の最上位モデルと肩を並べるほどの画質と音質。ハイセンスには誘発系という機種もあってスペックは優秀なんですが、 UX はさらにその上を行くんです。本当の最高峰モデルが UX です。ということでハイセンス最高モデルの UX、 こちらがどれだけすごいのかたっぷりとご紹介していきたいと思います。で、折原さん、ハイセンスといったらコスパの良さなどを SNS でもよく目にしますが、これだけ機能が備わっているとこちらのテレビお高いんですかね？ハイセンスの特徴はまさに高いコストパフォーマンスなんです。でも UX は他の機種とはちょっと違った捉え方をした方がいいかもしれません。他の機種だと安いのに品質がいいと思ってしまいがちですけど、この UX は最高品質なのにお値段聞いてびっくり。コスパ優秀なハイセンスの本気モデルがこの UX なんです。わあ、そうなんですね。ということで UX が最高品質の機能を備えているということで、3つのテーマに絞ってその魅力をご紹介していきたいと思います。ナイスガイくんもよろしくね。みんな最後まで絶対見てね。最新モデル UX のここがすごい、その1、圧倒的没入感を生み出す驚愕の画質。ここではテレビに重要な画質についてお話ししたいと思います。本当に綺麗な画面ですよね。画面が明るくてくっきりと見えます。色もとっても鮮やかで自然ですよね。実はこの UX には高画質を生み出すための2つの機能が備わっているんです。1つが新開発されたダイナミック X ディスプレイ。おお、 X ディスプレイ、名前がかっこいいですね。そしてもう一つが搭載されているエンジン、ハイビューエンジン X。 この UX、 実はこのディスプレイとエンジン、正直言ってどっちもすごいんです。これらの技術が揃ってるから UX は業界トップクラスの最高画質なんです。さあ、それぞれいろいろな技術が詰め込まれているということで、ダイナミック X ディスプレイから見ていきましょう。まずは明るさ、輝度についてです。こちらの UX にはバックライトにミニ LED が使用されているんです。従来の液晶テレビで使われていた LED よりも小型化したミニ LED を数千個配置しているんです。昨年発売された UQH シリーズに対して、今スタジオにご用意している75インチで約 2.5 倍、65インチでも約2倍のミニ LED が使用されています。わあ、びっしりとミニ LED が敷き詰められているんですね。さあ、折原さん、このミニ LED って最近よく聞きますよね。はい、そうなんです。このミニ LED は液晶テレビの最高画質の必須のキーワードになっているんです。特にこの画面の輝き感が桁違いなんですよね。ミニ LED にはそれだけでなく、この後紹介するローカルディミング技術との合わせ技によって暗部の再現も得意なんです。液晶テレビの得意な明るさに有機 EL の得意な黒の再現性、これを兼ね備えているのがミニ LED なんです。液晶テレビは背後から画面全体に光を当てるので黒がグレーっぽくなるなどの課題がある一方で、画面が明るいという特性があります。そして有機 EL は1画素ごとに明るさを調整できるので、黒の部分に光が当たらないようにすることで黒の表現を鮮明にできるんです。使
少し輝度が低いという印象があります。一方でミニ LED では数多くの光を配列することで明るさの確保ができて、さらに光の調節がより細かくなり、黒の部分がより表現されるようになったというわけです。なるほど、従来の液晶テレビと有機 EL のいいとこ取りをしたってわけですね。では明るさの話がありましたが、ナイスガイ君、次は？続いては色彩コントラストについてです。量子ドットダイナミックカラーと呼ばれる機能が搭載されていて、非常に素晴らしいのでお伝えします。量子ドットとはバックライトから出た光の波長をナノサイズの半導体粒子で変換することを言います。従来の液晶テレビよりもはるかに純度の高い三原色を作り出していて、赤、青、緑の3つの色がきちんと浮き出ているので綺麗で美しい色彩になっているんです。ネット動画や 4K 放送では地デジよりも鮮やかな色で収録をしているので、クリエイターの思う通りの色を再現するためにも量子ドットダイナミックカラーは重要な技術なんです。そして色彩のダイナミックな表現にはミニ LED の明るさも同様に必要になります。ミニ LED と量子ドットがセットになると威力が発揮されるということですか？はい、そうですね。明るくて鮮やか、これが現代的な高画質の最先端なんです。なるほど、ナイスガイ君、これだけでも十分すごいって思っちゃったけど、 UX はこんなものじゃないですよ。続いてはローカルディミングアドバンストという機能です。ローカルディミングとは画面を分割して分かれたエリアごとの LED の明るさを調節することです。明るい部分、暗い部分に合わせて明るさを調整すればコントラストを高めることができるというわけです。この UX では分割されたエリアは従来の約4倍に細分化されていることで、明るい部分はより明るく、黒い部分はより黒く表現できるようになりました。そうなんですね。折原さんはいかがですか？はい、このローカルディビングっていわばミニ LED の使いこなしの部分なんです。ミニ LED は一つ一つの分割数が小さいので明暗のコントラストを高めることができるんです。例えばですけど、映画ですとかあるいは花火、夜景なんてものを主張していると1画面内の明暗が大きいんで、これがすごく効くんですよね。エリアが細分化されているほどコントラストがしっかりしてくるんです。さっきの量子ドットで色鮮やかになった分、より画面に引き込まれちゃいますね。さあ続いてはディスプレイだけでも十分な機能が備わっていましたが、 UX はこんなものじゃないんです。ナイスガイ君、中に搭載されているエンジンもすごいんですよね。はい、なんと TBS エグザ社と共同開発された高性能エンジン、アイビューエンジン X です。TBS レグザ社との共同開発なの？折原さん、めちゃくちゃすごそうですね。レグザの2023年トップモデルと同等なので、これは今までにない取り組みなんです。画質面でもこれはもう期待度マックスですよね。通常の液晶テレビはビット深度が12ビットなのに対して、こちらのエンジンは16ビットになっています。かなりレベルが上がっているのが分かりますね。おー、折原さん、16ビットと12ビットってどう違うんですか？はい、ビットとは情報量を表す単位です。そのビット数によって色の濃さや明るさを表現できる階調が変わってくるんです。12ビットだと最大4096階調、16ビットだと65536階調、圧倒的に違いますよね。数字が高いとより多くの色を滑らかに表現できるようになるんです。さらにこのエンジン、僕にも搭載してほしいくらいの AI 技術がたくさん詰め込まれているんですよ。最近はネット動画を見る方が増えてますよね。そこで気になるのがネット特有の渦巻き状のノイズです。 UX では AI ネット映像高画質処理アドバンストという機能で、そのバンディングノイズを大幅に低減してネット動画の高画質化を図っています。また地デジや BS、CS 放送の様々なノイズを低減するものや、照明などで不自然に映し出される肌の色を自然な色に自動補正してくれるなど、様々な用途に合わせた AI 処理技術がたくさん詰め込まれているんです。 AI によってこれらを判別して、その全てをきれいにしてくれるっていうところはまず優秀ですよね。ノイズがなくて、残像感がなくて、そして目が疲れない画質にしてくれるんです。これらの
ダイナミック X ディスプレイ、そしてハイビューエンジン X によってハイセンス史上最高の画質を作り出してるんです。映画を見ていても圧倒的な没入感と迫力がありますよね。その映画の世界に入り込んだかのような体験ができるのではないでしょうか。 AI ロボットの僕としては本当に脱帽といったところですね。続いて参りましょう。 UX のここがすごいその2、興奮の臨場感10のスピーカーで実現。先ほどの話だけでも十分な魅力が伝わってきましたけれども、ここからは音質についてご紹介していきたいと思います。 UX の音質の特徴は立体サウンドなんです。立体サウンドってまさに映画館から来ている技術で、新感覚の聞こえ方なんです。音の広がり方がすごい。これを家庭のテレビで再現できるというのが本当に最先端なんです。では紹介してまいります。 UX には左右のメインスピーカー&ツイーター、背面には重低音を出すサブウーファーを2つ、テレビ上部には2つのイネーブルドスピーカー、そして左右横にサイドスピーカー、合計10のスピーカーが備え付けられているんです。10もスピーカーがついているって折原さん、なかなかないんじゃないですか。かなり多いです。でもこのスピーカー数を増やして臨場感を高めるっていうところが最新トレンドなんです。さらにドルビーアトモスという立体音響技術に対応しています。前後左右に加えて高さ方向の音表現も可能になったんです。通常スピーカーから聞こえる音は前方方向からですが、左右からと後ろからも音が聞こえてきて、さらにテレビ上部についている2つのイネーブルドスピーカーが上に向けて音を出せるスピーカーになっているので、頭上からも音が聞こえてくるんです。では実際に聞いてみましょう。はい。あー、音がすごく立体的ですね。そうなんですよ。このテレビの天面にもスピーカーがついていて、上から回り込むようなサウンドも聞けるんです。なんだか映画館にいるような気分です。そうなんです。最近は映画だけでなく音楽もこうした立体音響として制作が進んでいて、それを家庭でも再現できるようになってるんですよね。贅沢ですね。従来立体音響を楽しむには天井などにスピーカーを設置する必要がありました。しかしドルビーアトモスではテレビ本体のスピーカーだけで簡単に3次元の立体音響を体感できるんです。映画やスポーツ観戦など臨場感のある映像を見るのに本当にぴったりですよ。僕の頭のてっぺんも良質な音を取り込めて喜んでます。続いて UX のここがすごいその3、録画した番組をシェア。ここからは便利な機能を紹介していきたいと思います。ナイスガイ君、録画した番組をシェアってどういうこと？ AnyView ホームサーバーというもので、テレビに接続したハードディスクで録画した番組を別の部屋のテレビでも楽しむことができるというものなんですよ。なるほど。例えば1階のリビングで録画していたドラマを寝室で見ることができたり、あとはお子さんが録画していたアニメを子供部屋で見られたりできるんですね。この機能ってハイセンスのテレビをもう1台欲しいと思った人が買えば買うほど得する機能なんですよね。 UX だけでなく家中をハイセンスで揃えたいっていう人に活用してもらいたいですよね。ただ別の部屋で見るテレビは2018年以降に発売されたハイセンスのテレビのみと対応する機種が決まっています。ですがこの機能があれば皆さんのご家庭のシチュエーションでテレビを楽しんでいただくことができますよ。そしてネット動画を見られる方非常に多いと思うんですけど、ネット動画についての便利な機能もあるの？ UX は VIDA というプラットフォームを搭載していて、 YouTube や Netflix など動画配信サービス17社をスムーズに見ることができますよ。さらに VIDA ホーム画面ではコンテンツの順番を入れ替えるなどのカスタマイズも可能です。UX は画質もいいのでネット動画の見方も変わると思うんですよ。今のネット動画は 4K 高画質の映画、そして立体音響のドルビーアトモスも配信してるんです。臨場感はもう映画館に近いレベルなんですよね。
自宅が映画館になると考えると、もしかしたら UX を買うのがお買い得に思えるかもしれません。リモコンを使ってテレビ画面の検索の文字を打つのって大変じゃないですか？大変です。リモコンにビダボイスという音声機能がついているので、話しかけるだけで簡単に動画検索をすることができるんです。そしてもう一つ、素早く動画配信サービスを起動できる10のダイレクトボタンがついています。さあ、ということで、ここまでハイセンスの新シリーズモデル UX についてご紹介しましたが、画質が今までよりかなりレベルが上がっていることがよくわかりました。そして気になるのがお値段ですが、織原さん、本来なら相当お高いものですよね。はい、そうですね。ミニ LED バックライトに量子ドット、最上位のエンジンまで揃ったら、本来このスペックはかなり高い値段になります。ただそこはハイセンスさん、非常にお求めやすい値段で提供していると思います。値段だけを見るよりも、同じ性能の他社のテレビと見比べるとコスパの良さに驚くかもしれません。実はハイセンスはテレビの出荷台数世界2位の超一流メーカーなんです。その本当の実力を解き放った製品がこの UX なんです。品質も良くてハイコストパフォーマンス、素晴らしいですね。さあ、その気になるお値段ですが、家電量販店の店頭や通販サイトのウェブページをご確認ください。織原さん、ご解説ありがとうございました。ありがとうございました。そしてナイスガイ君も UX の分かりやすい解説ありがとう。ハイレベルの機能を紹介したことで、僕もレベルアップしたような気がしてます。ということで、ハイセンス史上最高画質でこだわりの一品 UX シリーズ、皆さんぜひお買い求めください。それでは皆さん、最後までご視聴いただきありがとうございました。